ネオジオ X は2012年12月に発売された携帯型ゲーム機である。価格は 199.99US ドル。SNK の公式ライセンスに基づいて開発されており、あらかじめ SNK の歴代ソフトを内蔵している。SNK プレイモア USA より公式ライセンスを得た北米のゲーム会社トンモインクによって開発された。 2012年3月に開発していることを正式発表。同年8月に詳細内容が発表された。8月の詳細発表の時に商品構成、商品価格が199.99ドル、発売日が12月6日になることが明らかにされたが、発売日は海外で12月18日、日本で12月28日となった。北米では、 トンモ社、欧州では、ブレイズ社が配給を担当し、日本では、ビッグカンパニーリミテッドが、北米版に日本語版説明書をつけて、輸入販売した。日本では先代限定で発売となった。3.5インチの液晶を搭載している携帯ゲーム機、ネオジオ X、充電機能やテレビへの出力機能を持った、ステーション、ネオジオ X ステーション、外付けコントローラー。 ネオジオ X ジョイスティックで構成され、ネオジオ X ゴールドエンターテイメントシステムを構成している。本体単体での販売も予定されており、また別売のネオジオ X ジョイスティックを追加購入することで対戦プレイも可能。追加のソフトウェアは SD カードで供給される予定で、初回生産の限定版には特典として、ニンジャマスターズのゲームカードが同梱されている。 2013年8月から初回生産分の本体とネオジオ X メガパックボリューム I をセットにしたバンドルパックが19,900円で日本の公式サイトなどで販売されている。ネオジオ X 本体であるネオジオ X ハンドヘルド自体は携帯型ゲーム機であるが同梱するドッキングステーションとアーケードスティックを使用することにより テレビ出力とスティック操作が可能となる家庭用据え置き型ゲーム機ともなる。スティックを2つ接続することで対戦、協力プレイが可能となる。付属する USB 接続のアーケードスティックは PC、PS3 で使用できることが確認されている。その他、一部の多機種、アーケードスティックもネオジオ X にて使用することができるといった報告がされている。 ドッキングステーションとアーケードスティックの家庭用ネオジオとしての見た目や操作性、質感の再現度は極めて高い。スティックの裏側には四隅に滑り止めのゴムが接着されており、スティックボールは固定されている。このためオリジナルのスティックでよく見られたひび割れの心配もなくなっている。HDMI 出力が可能であるが解像度などは元のネオジオと同一仕様であり、 画質が HD 化などはされていない。NTSC、パルでの出力、画面比率を4、3、16、9から選択することが可能である。モニタ側への映像、音声出力は HDMI 端子と RCA 端子がある。付属し使用する HDMI ケーブルは、モニタ側は通常の HDMI であるが、本体速は、 HDMI ミニ端子となっている。収録ゲームはすべて海外仕様であるため、日本仕様とは異なる点も存在する。以下に一例を挙げる。以下の20タイトルのプリーインストールされている。サンカウントバウトアルファミッション2アートオブファイティングベースボールスターズ2サイバーリップフェイタルフューリー キングオブファイターズフェイタルフューリースペシャルキングオブザモンスターズラストリゾートリーグボーリングマジシャンロードメタルスラッグミューテーションレーションナムマイナス -1975 パズルドリアルバウトフェイタルフューリースペシャルサムライショーダウン2スーパーサイドキックスザキングオブファイターズ95ワールドヒーローズパーフェクト海外では2013年6月25日に追加ゲームカードとなる ネオジオ X クラシックスボリューム1から5までの全15作品が発売された。一つのカードごとに3タイトルが収録されており、価格はそれぞれ24.99ドルとなっている。ネオジオ X メガパックボリュームアイとして1から5巻までの全15タイトルをまとめて収録したパッケージも79.99ドルで発売された。これら付属品としてロケットケーブルがあり、 ステーションを返さなくとも充電が可能となっている。収納ケースは、ネオジオ X も、収納可能なネオジオカートリッジケースと、同サイズである。追加カードには、ファームウェアアップデートが収録されており、これにより、以下の機能が追加される。ネオジオ X クラシックスボリューム1メタルスラッグに、戦国トップハンターネオジオ X クラシックスボリュームに、 サムライショーダウン3サベージレインスーパーサイドキックス3ネオジオ X クラシックスボリューム3ザキングオブファイターズ96ブレイジングスターキズナエンカウンターネオジオ X クラシックスボリューム4ラロマークオブザウルフズショックトゥルーパーズワールドヒーローズ2ジェットネオジオ X クラシックスボリューム5ザラストブレードアートオブファイティング3ブルースジャーニー追加ゲームカード ネオジオ X クラシックスボリューム1から5とネオジオ X メガパックボリューム I の初期ロット13分にてアップデートが適用されない失敗を繰り返す HDMI 接続時に音声が出力されなくなるといった初期不良の不具合が発売当初から国内外の購入者間で報告されたトンシャは公式サイト上でこれを認め謝罪した後に購入者に対して返品 交換の対応を行った。日本国内でもこの不具合に対して販売店などは同じ対応を取ることとなった。現在販売されているものは不具合修正バージョンに差し替えられており、アップデート時において前述したような問題が発生することはなくなった。全品チェックは全て手作業で行ったようで、パッケージを開封チェックパッケージに入れるという、 作業をひたすら繰り返したそうである。トンも社は、当たり社に、同社の当たり2600を再販したフラッシュバックにの模造品を故意に、無断で販売し、損害を受けたとして2011年に訴えられている。ありがとうございます。